間に落ちました。レフ前ヒット。ワンアウト攻撃が上がれば遠藤さんおっしゃる通り、ワンアウトランナー2塁がボールインやワイドピッチでワンアウト3塁に加わっていたのですが、今日佐藤の打球がライトに伸びる伸びる、どこまでも伸びていく場外や、佐藤輝明の障害ホームラン第3号。もゆる栄冠はすごい当たりです。ただやるのはスタジアムで盛り上がってきて、その後は来ました阪神タイガー4対0。監督の中でも当然選択肢が広がって、ね、チームにとってもこれはかなりチャンス。